長崎市の地名では、長崎県長崎市の町名について記述する。前半では、2017年現在、長崎市役所中央地域センターが管轄する町の詳細について記述する。他の地域センター管轄の町については、他の地域センター管内を参照。ジョーズは、中心部の町境の変遷を GIF アニメーション化したものである。 紫は住居表示未実施、黄色は実施した町である。なお、大浦町、小曽根町、時和町、並野平町、東、山手町、小賀町、松賀枝町、南山手町の各町は省略した。1889年の市政施工事、旧長崎区の87町が、長崎市に引き継がれた。1963年以降の住居表示実施まで、 ほとんどの町が消滅せずに残った。隣接する形で、1904年に、長崎湖埋め立て事業で誕生した10町と合わせて、最後に、町面変更が行われた1935年時点の95町を、以下に列挙する。1935年時点の町名住居、表示実施以降の町名上長崎村には住居があった。 1889年の町村制施工事、1898年、1920年に分けて長崎市に編入された。町名の変遷まず、1889年の町村制施工事、7郷の各一部が長崎市に編入された。1898年に7郷の各一部が長崎市に編入された。ここまでで8郷が、 長崎市に編入された。うち4号は全域が長崎市に編入されたが、残りの4号は一部が上長崎村に残されたものであった。長崎市に編入されなかった2郷と合わせた6郷は1920年に長崎市に編入された。1898年までに編入された区域は1913年に1920年に 編入された区域は1923年に里が町に改められ、1964年以降、住居表示実施に伴い順次町名が変更された。灰色は長崎市に編入されていない旧、城長崎村で表すことを示す。現在の町名下長崎村には三郷があった。まず、1889年の町村静止工事3、郷の各一部が、 長崎市に編入された。そして、1898年に残りもすべて、長崎市に編入された。これらの三教は1913年までそのまま、用いられた。町名の変遷1913年に里が町に、改められ、1973年に、住居表示実施に伴い町名が変更された。現在の町名と町村は発足当初。 五郷があった。1898年、上里、美濃号が、岡倉村に編入された。残った下号、大浦号、波の平里が、長崎市に編入された。これらの三郷は1913年までそのまま、用いられた。町名の変遷1913年、里が町に改められ、1973年以降、 住居表示実施に伴い町名が変更された。因は1974年に町名変更されたことを示す。現在の町名浦上山里村は発足当初、五郷があった。1898年に里号、まごめ里の一部が長崎市に編入され、残った浦上山里村には寺の号が編入された。 編入された2教は1913年までそのまま用いられた。浦上山里村は残りは1920年に長崎市に編入され、6教は1923年の町名設置まで使用された。町名の変遷ここでは浦上山里村に隣接した埋め立て地の10丁も便宜上合わせて記述する。1913年。 里が町に改められ1964年、城山町のみ1966年、住居表示実施に伴い町名が変更された。灰色は、長崎市に編入されていない旧、浦上山里村で表すことを示す。現在の町名淵村は発足当初、浦上園、上の島の二大技があり、大技、浦上園には十三郷があった。1898年、 大技上の島と小瀬戸里、木鉢里の一部が小坂木村となり、寺の郷が浦上山里村に編入された。残った十一郷が長崎市に編入された。大技浦上園は小坂木村、浦上山里村に編入された区域はその時点をもって大技から離脱し、残りは存続した。大技浦上園と十一教は1913年まで。 そのまま用いられた。町名の変遷ここでは淵村に隣接した埋め立て地の四町も便宜上合わせて記述する。1913年、里が町に改められ1965年、竹の久保町のみ1966年、住居表示実施に伴い町名が変更された。現、悪の浦町は、瀬の脇町の他に、阿久りの浦町一町目からなる。 現在の町名以下、1938年以降、編入の区域であるが、中央地域センター管轄になっている区域について記述する。長崎市では1938年以降に、編入した区域に支所を置いていた。また、2005年以降に編入した区域には、行政センターを置いていた。前述の通り、これらが、地域センターに改組された。 以下の地域センターの管轄下にある区域の拡張の詳細及び行政区域の変遷については各項目の町の項を参照されたい。ありがとうございます。